はいどうも、チャンネルアリュうです、はいえー。今日はですね、えー、1分でわかるうー天の岩戸開きということで、えっ、ー、と、まあ、うん、と神社、ある神社に置いてあったね、えー、チラシがあったんですけど、その中にですね、あの1分で読める天の岩戸開きっていうのがありましたので、えー、なかなか、えー、面白そうだなと思って、えー、読んだんですけど、まあ、今日はね、その内容です。まあ、1分でどこまで、 わかるのかっていうところで、まあ、神様のね、えー、話は、ま、古事記によく書いてあるんですけど、まあ、そもそも神様の名前が難しかったりですとか、えー、読みにくいっていうのが、ま、特徴だと思うんですけど、まあ、それをですね、その中の天野岩と開きというのを、えー、1分で、え、やりましょうというチラシでした。はい。で、そこのね、文章そのまま <laughs>、あの、読んでしまおうと思います。えー、行きます。今からですね、えー、1分で読める天野岩と開き、行きます。 えー、すさ <coughs> のミコトのみ事の悪さに悲しんだ太陽の神アマテラス大神は、天の岩戸に隠れてしまいました、えー。太陽の光を失った世界は真っ暗になり、悪いことがたくさん起こりました、えー。困った神様たちは天の岩戸から出てきてもらうため、歌や踊りでみんな楽しくお笑いしました、えー。そんな楽しそうな様子を不思議に思ったアマテラス大神は、岩戸から出てきてくれました。 おかげで世界は太陽の光が戻り、明るく平和になりました。おしまい。どうですかおそらく1分かかってないんですけどね。はい。えー、でもざっくりとした話の内容はわかりますよね。まあ、この辺で言うと、ね、いろんな、あの、神様が関係してるんですけど、たまあ、そもそもね、天の,天の岩戸にまた戻らないように、えー、大きな岩をですね、雨、えー 雨のた力かという神力の神様がですね、ポイッと投げたっていう話だったりね、えー、どうやってやろうかっていう知恵を出した神様もいますしね、踊った神様もいますし。いろいろいるんですけど、まあ、話し出したらまあ、ね、どんどん、あのー、細かくなっていってしまうんですけど、まあ1分でね、説明するならこんな感じじゃないかなと。えー、まあまあ、まあまあですよね。はい。ざっくりはしすぎてますけど。まああとですね、 あのー、まあこういう古事記ですねもっというのはこう読みやすくなんかないかなって思いますよねはいでまあそこでね、えー、僕あのー、おすすめするのはですねえー、荒川雄二さんが書いたこの古事記ですねはいえー、これえー、面白いですわかりやすいなので神様のこと知りたい っていう方にはですね、まあ、非常にこう入りやすいと思いますね。まあ、こういう視点で書くの、すごく大事だと思います。ので、えー、もしね、神様、これからちょっと神様神社とかね、えー、好きなので、もうちょっと、えー、神様と距離縮めたいなっていう方はですね、えー、この本おすすめします。はい。まあ、の宣伝だよって話になっちゃいましたけども、はい。おすすめです。荒川さんの本。はい。えー、ということで、えー、LINE で友達登録キャンペーンをやっております。 えー、あとですね、この動画の下に私のホームページとアメブロのリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい。ということで、チャンネルは竜でした。